どうもコレクション魂天野ライダーです。俺の特撮コレクション魂、略してコレ玉。このチャンネルでは特撮コレクション名に自分の特撮ライフを皆さんにお送りしています。さあ、以前話してたね、例の店舗限定ごちそう発売されました。まあ、かなりのね争奪戦だったらしいですよね。らしいっていうのはね、僕がね直接ちょっとそこの現場に行ってないのでわからないんですけど、まあ、山田と、エディオン、こちらはねもう前回お話したように予約をしてあったので2個ずつね、まあ、そちらはね無事に、もらいに行って、ゲットできたんですけども、やはりね前言ってたポップバンごちそうドンキかアピタのね限定販売なんですけども、こちらがねまあ SNS とか見てるとねかなりね荒れてましたね。まあ、僕はね、当日仕事でどうしても行けなかったので、まあ、友人にね2人に頼んでどうしても2個欲しかったので、毎回ね2個ずつ買ってるんで、2個欲しかったので、2人に頼んでね、朝からちょっと並んでもらったんですけども、僕の頼んだ友人曰くですね、まあ、その45分ぐらい前開店の45分ぐらい前に着いて、まあ、6番目ぐらいだったということだったんで、まだそんなに並んでなかったんですよ。で、まあ、そこの店舗はね、まあ、前も言ったように前の日に電話すれば、数を入荷したね数を教えてくれるんで、まあ、大体そこはね20個もあったのですごく良かったんですけど、なんでね無事買えたんですが、まあ、開店時にも大体15人ぐらいしか並んでなかったみたいで、まあ、そこはね、田舎だからなのか、まあ、20個限定のうち15人ぐらいしか並んでなかったっていうことなんで、ね、まあ、開店してすぐはねまたそれから入ってきた人にもなくなっちゃったみたいですけど、まあ、最初はねそんなに並んでないという状態で、しかも先着順なので、まあ、無事にね、買えたんですけども、まあ、他のところ見るとすごいとこありますよね。なんか抽選で 2個限定、店舗限定2個ってねすごいありえない数ですよね。でしかも抽選で、100人近くなんか並んでたみたいで、そういうところもあるし、まあ、中にはめちゃくちゃ何十個もね入ってるとか、まあ、店舗によってねすごいばらつきがあるんですよね。なので、まあ、運が悪いというかその地方のね、入荷数によってねかなり差ができちゃいましたね。でもってねまたそこにさらにね転売屋みたいなやつがね入ってくるんですごいことなんですよね。でそれこそねメルカリ見たんですけど、メルカリ見たらねもう箱ごとごちそう、そのポップアンごちそうがねいくつも入ってて、ね、でこれ1個いくらですってね売ってたんですけど、もうそのコメント見たらもう問屋からねそのまま直接仕入れましたみたいな、え、これ店員じゃないのっていうね、まあ、関係者じゃなきゃ絶対手に入らないじゃないですか。一般流通してるものじゃないんで、こちらはねもうドンキかアプタ限定なんでそちらの方にしか行かないはずなのに、それを問屋で横流しするわけないんですよ。ということは絶対ね店員もしくはねその関係者、もっと上のね関係者が横流ししてるというか転売してるんですよ。まあ、速攻ねその出品はなんか取り消されたのか、ね、なくなってましたけども、そういうひどいやつもいるんですね。まあ、これでね店舗限定2個とか言われちゃったらこれは怒るに決まってますよね。まあ、事前にね見たら愛知県がめちゃくちゃ多いんですよ。まあ、店舗が多いのか、その、まあ、店舗は多分関東の方が多いかなと思うんですけど、実際ね東京なんかよりも全然愛知県めちゃくちゃ多いんですよ。ということはもう人口の密度からしたら絶対愛知県の方が買いやすい、だからまあそこはね穴場というのかな、まあ、愛知県に住んでる人はすごくね幸運だったのかもしれない。まあ数がどのぐらいずつ入ってるかっていうのはちょっとねその店舗ごとわからないんですけど、でまあ関西、まあ、大阪の方の人はさっき言ってた2個って言ってて、まあ、それはねすごい差ができすぎてますよね。まあ、中にはねたくさん入荷してるっていうところで、違うところの人も言ってたので、うん、だからまあちょっとこれはどこっていうのはね全部は僕も知ってるわけじゃないので詳しくは分からないですけど、かなりの差ができたってことは確かだし、まあ、争奪戦になっちゃったってもそうだし、もちろん転売屋がねもうすごく横行してフリマサイトにねめちゃくちゃ、値段つけて出してました。まあ確かにねそんなに儲けはないんですよ。まあ600円ぐらいのものなので、まあ、それがね、1500円ぐらいだったかな、まあね、なんで1500円ぐらいで送料込みで売ってもそこまでね儲けはないんですよ、その並んでね買い占めてもね。なんでまあただねやっぱり転売屋から買いたくはないので、ね、もちろんなんでまあこれはね
絶対自分でねゲットしたいですよね。まあ、ということはね、さておき、今回はねこの店舗限定の3種類のごちそう、こちらをね開封して、紹介したいと思います。はい、それではね、まずこちらエディオン限定のデラックスエレガンマカロンごちそうを開封したいと思いますけども、箱をまず見ていくとね、上にはこのようにセットしたねごちそうデラックス変身ベルトガブと連動って書いてありますね。はい、このようなねちょっとこうグリーンっぽいね、薄いグリーンのこういうカラーなんですね。エレガンマカロンで、こちら表面がこのねデラックスエレガンマカロンごちそう、はい、このようになるってことね。で、箱の底はこんな感じで、横はこんな感じかな、警告注意で、反対の横、あ、これはこんな感じで、セット内容ね、エレガンマカロンごちそうが1個入ってるっていうことですね。で、裏を見ていくとこんな感じで、1番エレガンマカロンごちそうのパワーを解放、2番ハンドルを回して必殺技ということで、このようなね遊び方が書いてあります。はい、それではね開封して出してみましょう。はい、これはね横から出すタイプだね。はい、中はねプラケースとかなくて、ただのねこのプチプチに包まれてるごちそうがめちゃくちゃこのね雑というか、まあこんだけこんな感じで入ってますね。めちゃめちゃね、コスト削減してますね。はい、こんな感じで入ってて、もうねテープすら使ってないんだよね、丸めてあるだけ。はい、出てきました。これがねエレガンマカロンごちそう。おー、こんな感じですね。ベースがねこのピンク色ですね。はい、こちらねエレガンマカロン、マカロンですね、この緑っぽいような色のやつなんだね。で、こんな表情してって、でぐるっと回して見ていくとこんな感じのねベースのピンクですけど、クリアパーツじゃないですね。はい、なので透き通っては見えなさそうだね。で、横このようなね手が出てくるんですけど、これは緑っぽいよね、こんな感じだよね。はい、これを押してみよう。はい、こんな感じでね、上に飛び出すタイプだよね。で、この目の部分がねちゃんとこう黒目になってますね。で、ここはね口が開いたような感じに見えるんだ。マカロンがこう2つに分かれてね、上下が分かれて口が出てきたようなこんな感じですね。はい、この手も可愛い。はい、ちょっとねなんだろう、緑っぽいようなブルーっぽいようなそんな感じの色ですね。で、ここにねエレガンマカロンって書いてあるんだよね。はい、それではねこれをねデラックス変身ベルトガブにセットして、効果を見てみよう。マカロンすごい可愛いですね。さ、セットしてみよう。はい、イートマカロン、イートマカロンね。おー、ちょっとエレガン、エレガンマカロン。はい、なんかエレガントなねすごい音楽が流れて、プロロンって流れてエレガンマカロンって言ってますね。はい、必殺技出してみよう。はい、チャージミー、チャージミー。はい、これは一緒だね。はい、エレガンマカロンアタック、プルロン、これが綺麗ですね。はい、エレガンマカロンアタックでした。おー、かわいい感じもするしね、ね、すごくエレガントなんだよね、確かに。はい、それではね、次はね、部屋を暗くしてじっくり見てみたいと思います。
それではね、次はこちらのね、ポップ版ごちそう、一番ね、手に入りにくかったというね、ポップ版ごちそうですね。はい、こちらポップ版で、はい、ガブで、デラックス変身ベルトガブと連動、まあこちらはね同じようなデザインですね。今回こちらベースが赤と白みたいになってて、で中にね、このガブの中にセットしたこのようなね、ポップ版ごちそうがついてます。で正面はこんな感じで、はい、デラックスポップ版ごちそうで、特にね、どこどこ限定とかね、そういう店舗の名前は全然書いてないですよね、さっきのエレガンマカロンもね。はい、なのでもしかしたらこれね、手に入りにくいっていうことで、以前トイザラスの時で、トイザラス限定で仮面ライダーストアでね、後から売った事例もあるので、もしかしたらね、この3種類ね、手に入らないっていう人がこう声を上げてると、仮面ライダーストアとかでね、もしかしたら再販してそちらで売ってくれるのかもしれないですよね。まあ、ただトイザラスの時はね、めちゃくちゃ余ってたんですよね。まあ、その時とね、人気が全然違うんですよ。まあ、確かにね、ゼロワンの時だとか、セイバーの時だとか、リバイスの時とかね、トイザラス限定の、変身グッズ出たんですけど、結構ね、余ってたりして、仮面ライダーストアとかでね、売るようになったんですけど、今回のごちそうはね、結構人気がありすぎて、ね、余ってない、なさそうなので、もしかしたらね、まあ、再販しなければね、絶対売れないと思うんですよ。もうどこにも余ってなさそうなので。あ、そういえばね、前日ぐらいに、発売前日ぐらいにね、たまたま SNS でね、ちらっと見たんですけど、なんかトイザラスの時をこんなに余ってたのに、何みんな騒いでんだみたいなことね、言ってた人いるんですけど、反省してください。もう本当にね、もうその時とは全然違います。絶対もうそんな騒いでて当たり前なんです。もうそれぐらい人気なんです。ね。だから今回は、その以前のように全然余ってません。はい、反省してください。はい、ということでね、なかなか手に入らないこのポップ版ごちそう、はい、こんな感じで、まあ見ていきましょう。ポップ版ね、このように変形して出てくるんだね。で横はまあさっきと一緒だね、こういうとこは一緒なんで、でこちらね、セット内容も、ポップ版ごちそうが一つ入ってる。で裏がこんな感じで、まあ遊び方は一緒だよね。ポップ版ごちそうのパワーを解放で、ハンドルを回して必殺技、まあこれはね、やってみれば分かる。さあ、それではね、こちらも開封していきましょう。はい、こちらもね、同じようにこのプチプチに包まれてますね。はい、コスト削減。はい、じゃーん、出てきました。これがね、ポップ版ごちそうですね。ポップバーンって書いてあります。でね、こんな、あ、ここにソルトって書いてあって、塩味ですね。塩味で、白と赤のね、この縞模様だとか、青い星がついてて、この中がね、ポップコーン、周りはね、青いベースですね。やはりクリアパーツではないですね。まあアメリカナイズとされたね、このようなポップ版ごちそう、目の部分はね、このように丸くこうくり抜いてあって、中からなんかポップコーンで作られたこのね、バツ印みたいな、こんな感じに見えて、ちょっとね、ダメダメっぽいような、こんな表情に見えます。はい、これね、開けてみよう。そうすると、ここだね。ポン。はい、出てきました。おー、なんだこれ、ちょっといかついね。なんか羊っぽくも見えるんだよね。ポップコーンでこう囲まれたね、中に茶色いベースの表情。あ、ここにやはり耳みたいなやつがあるわ。はい、こんな感じで。おー。で、なんかちょっと泣いてるのか、怒ってるような表情なんだけど、でもちょっと涙があるような、この白いようなね、点がついてますけど、はい、こんな感じのポップ版ごちそう。はい、それではね、こちらもね、変身ベルトガブにセットして効果見てみよう。ポップコーン、こちらもね、可愛いですね。ポップコーンですね。あ、かわいい。イートポップコーン。トーンがすごいですね。イートポップコーン。お、ポコ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 言ってる。あ、ポップバーンですね。は
い、必殺技、はい、チャージミー、チャージミー。ポップバンバーン。おお。おお。可愛いのになんか最後ねポコポコってなった後にねすごい結構ね攻撃音がすごかったですね。はい、じゃあこちらもね、部屋を暗くしてね見てみたいと思います。はい、それではね、最後はこちら、デラックスキャラメルメルごちそう、ね、山田電機限定のごちそうですね。はい、こちらもね、箱の上見ていくと、キャラメルメル。うん。で、こう黄色いね、ベースですね。キャラメルの色ですね。で、ガブ。で、デラックス変身ベルトガブと連動。はい、このようなね、絵がついてます。で、正面のね、デザインはこんな感じで、デラックスキャラメルメルごちそう。はい、でこのようなね変形してこんな格好になりますよ。もうこのねキャラメルの箱っぽいんだよね。昔あったね、まあ、これバンダイさんじゃないから言っていいのかどうかわかんないですけど、森永さんですねのあのミルクキャラメル、あの黄色っぽい茶色っぽいようなね、ちょっと黄色っぽいようなあのキャラメルの箱をイメージしている感じがしますよね。この枠ね、これがキャラメルっぽいですよやっぱり。でそこはこんな感じで横、まあこれはさっきと一緒ですね。はい、全部一緒。はい、こちらもね、セット内容、キャラメルメルごちそう1個。で、裏にこのように書いてあって、まあキャラメルメルごちそうのパワーを解放。ハンドル回して必殺技。はい、こちらもね、遊んでみたいと思います。はい、それではね、早速開封してみたいと思います。はい、やはりね、プチプチですね。はい、出てきました。キャラメルメルごちそう。おー。これもね、やはりこう、キャラメルの箱なんだよね。ちょっと黄色っぽい、あ、茶色っぽいような、そういう色なんだけど、あ、横文字でキャラメルメルって書いてあるね。キャラメルメル。で、スイート。で、ここにキャラメルがついてるんですね。これは何のマークかよくわかんないんだけどね。はい。で、上がこのようなね、平たいタイプ。で、ベースがこういうね、色で、クリアパスじゃないですね。で、ここはね、五角形の目みたいになってて、中からね、白と青のね、こう目が見えます。じゃあ、これ開けてみよう。はい、このようにね、上に飛び出るタイプで、中からね、こういう茶色い、このね、キャラメルみたいな、はい、こんな感じのね、手が出てきましたね。四角い手。うん。で、ここの部分が口になって、今度上の方はね、目がこう出てますね。よし、じゃあねこちらもね、変身ベルトガブにセットして効果見てみたいと思います。キャラメル、おお、いいとキャラメル、いいとキャラメル、キャラメルメル、トゥーントゥーンっていうね、なんかちょっと壮大な音楽が流れるのかなと思ったけど、キャラメルメル、はい、必殺技出してみよう。はい、チャージミー。
キャラメルメロだに。マジ。キャラメルメルマジックだってね。そうか、マジシャンっぽいんだ、これはね。ああ、そういうんな感じなんだ。だからちょっと壮大な、なんとなくね、壮大な音楽が流れてたんだね。はい、じゃあこちらもね、部屋を暗くして見てみたいと思います。今回は店舗限定のこの3種類のごちそう、これをね開封して紹介しました。最後まで視聴していただきありがとうございました。もしよければ高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では次回もコレクションの星、バイバイ。